はい、どちら様ですか？お、ダダ。こんにちは、トシロさんのファームはこちらかしら？はい、そうですけど。はじめまして、森林ブリーダーのメイと申します。わあ、メイちゃんだ。この島一の大富豪のお嬢様だよ。このファームなんて吹けば飛ぶぐらいだから失礼ないようにね。はじめまして、トシロとホリーと申しますです。本日はお日柄もよく何のご用だったでしょうか？敬語おかしくなってるよ。トシロさん、卒業ぶりですね。どうも。トシロさんのお知り合い？トシロさんとはブリーダー学校の同期なんです。こうして二人とも卒業して、新人ブリーダーになったんですから。あ、やばい。俺よく見たら俺邪魔だな、この位置。どうしよう。位置変える？もうちょっとちっちゃくするわ、じゃあ俺。よいしょ。今気づいた。俺相当邪魔だな。これぐらいにしとこうか。これぐらいなら大丈夫でしょ？多分。はい。新人ブリーダー同士、交流と力試し委託者して参りました。急なお誘いですけど、お相手していただけませんか？ダダ！マジで言ってる？受け立つ！行こうぜ！バンショー！てか今考えたらロボシローでよかったんじゃねえか。行こう！不気味。命中高え相手。でもそれ以外は結構いけるとこあるぞ。パンチ！あー、なんか52パンチ当たらんか。キャッ！あー！隣接技が上がるんだ。ズスキッダーいけ！ロケットパンチ！ファイヤー！あ、強い強い！ロケットパンチだ！ロケットパンチ当てて勝つ！勝つぞ勝つぞ！いけー！ファイヤー！当たれば勝つ！よーし！あぶねー！初勝利。危なかった結構ギリギリだった。やった、投資バンシローが勝ったよ。私が負けるなんてまだまだ、剣練が足りませんね。まだ剣算が足りませんねか。いい試合になりましたよ。お互い課題は残りますけれど、うん、新人同士のバトルとは思えなかったよ。これから厳しい世界が待ってると思いますが、新人ブリーダー同士切磋琢磨し合い頑張ってまいりましょう。ダダしたかへんのってなんか不気味じゃねえか、なんか。ああ。じゃあちょっとトレーニングしようか。うん。とりあえず何が一番上がりやすいのかっていうところ見極めていかないとな。てっきり、ああ、料理してみようか。たたらかさん行って。どの能力が上がりやすいかっていう、ちょっと見ていかないと。お、ひらめいた。どうする？何したの？おー、はぁ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 。いまいちピンときてね。お日様が恋しいよ。ぜひお過ごしでいいじゃない。日焼けも気にしなくていいし。おいら日焼けでしないんだよね。キンキラボディが日差しを跳ね返してんのかな。体調がちょっとそろそろ、あれだから回復させておいたらいいのかな。あ、落ちた、倒れちゃった。バンシロー。この夢見たんだって。100年に一度の不景気が起こってファームがすごい経営になっちゃって、餌もまともに食べられなくてずーっと紐十分したらしいよ。不景気経営な。うー、お腹が痛くなってきたよ。あんまり、なんかろくでもねえな。大丈夫だよ。ちゃんと俺がこの経営立て直してやるからよ。雨だ。東証さん、こんにちは。お、ジュリアーノさん。修行の紹介に来ました。修行では他のブリーダーに1ヶ月間会場を預けて鍛えてもらえるんです。
あず、なる、手数料は必要。あー、いや、いるじゃない、一人。だよね、メイさん。ダダが不気味なんだ、相変わらず。メイちゃん、いいところに。というわけで、メイさん、修行お願いできますか？バンシローよろしくお願いします。わかりました。きっと強い子に育ってみせます。今回お互い初めてし、手数料は免除するよう手配しますね。有能。バンシロ行ってこい！修行。ガノー農園。いろいろあるんだ。まあ、とりあえず頼むわ。ライフと丈夫さが上がりやすいんだね。行ってこい！バンシロー。どれくらい上がるかわからんが。バンシローどうかよろしくお願いします。任せてください。うん。一周目は走り込みをします。どちらもあまり焼けなさそうですね。もっと気合入れなさい。あ、気合入った。いいね。体調はいいよ。走り込み。おー、いいね。ちゃんと走ってるじゃない。あー、ただ勝った。全然上がんね。我慢比べをしましょう。どうしてもあの気合いですね。もっと気合い入れなさい。やる気ないんかい。お互いやり合ってね。おー、成功した。いや、結構でかいな。見切り特訓。調子はまあまあ、なるほど。ただテンション上がってる。いや、さあでも俺の、バンシロンも。おい、ね、見切っていこう。おーし、いいぞ。おーでい。まあ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 。最後の優秀目は技に磨きをかけるわよ。頑張っていきましょう。修行も何もない気がするな。すごいので。命中めっちゃ下がっちゃったな。まあでも別に、ね。はい。自信いっぱいの顔になったね。がっつり育てたいんだったら、おー。そっか、1ヶ月かかるからね。あ。はい。ジュリアーノさん、修行いかがでしたか？すごく強くなったんですよ。はい。バンシュラが成長した時にお伝えする。はい。いろんな人と。大会でね。あー、なるほど。大会？有力なブリーダーが参加する大会いくつかありますから、そこで実力を認められれば修行を受けてくれるはずですよ。ただし、E グレードの怪獣では参加できませんので、まあ、ぜひ公式大会に出てグレードを上げてくださいね。6月4週にある E グレード公式戦、バンシロには早いと思ってたけど、出場しよう、トシロさん。バンシロもやる気みたい。グレード昇格目指して頑張るぞ。D グレード行くと。調子ちょっと悪いからね。お、なんだ手紙。ちょっと疲れ、やっぱそうだと思った。休ませた方がいいな。はい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 。なるほどね。じゃあ、休養をしてるのか。今週はゆっくり休もう。雨の中こんな野ざらしにして休めるのかなっていう気がするけど。すっきりしたみたい。ならよし。体調万全ではないな。2段階上がるんだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかいとうしろうでした。またねー。